はいはい、どうもこんにちは、松尾酒造のこれ知ってますなんですけど、今日ね、ビワイチ、朝市、間違えた、ビワイチ、淡市って皆さん知ってます？あんま聞き慣れない言葉なんですけど、最近自転車やってますよね。そういえばうちの兄貴も自転車乗っていろんなとこ行ってますけどね、ようあんだけ走るなってぐらい言ってるんですけど、この淡市っていう言葉ですね、自転車で淡路島、兵庫県の淡路島を一周することらしいんですね。だいたい淡路島一周は150キロぐらいで、高低差が170メートルくらいあるそうなんです。それを、淡路島を一周することを淡市というそうです。それから、琵琶市っていうのは、滋賀県にあります、琵琶湖。これを一周することを琵琶市というらしいですね。だいたい一周が200キロメートル、高低差が50メートルということでね、この淡市、琵琶市がこの自転車サイクリングに乗ってするというのが非常に人気がありますよということでね、うちの5つ上の兄もやってますわ、ほんで健康管理で痩せてますけどね、この自転車サイクリングは非常にあって、ビワイチ、朝市でございました。淡市ね、朝市は魚買えるとこやろ、そればっかりや。お前どうもどうもありがとう。